ナポレオンの軍勢と共にやってきたナショナリズムと近代的諸制度は、イタリアを目覚めさせた。しかし、ナポレオンが去った後、イタリアを望む者たちは弾圧の対象となった。ハプスブルクに手綱を握られた地理的概念に過ぎぬイタリアが作り上げられたのである。もちろん、イタリアを望む者たちは無抵抗にこれを受け入れたわけではなかった。彼らは何度も革命を企てたが、その度にハプスブルクの介入を受けた。あの総統の足を追い出さない限り、イタリアにリソルジメントの日が訪れることはないだろう。1830年代、懲りることなく青年イタリアを結成し、やはり放棄を計画した末に失敗し、スイスへと亡命した男がいた。その名をジュゼッペ・マッツィーニという。なお、サルデーニャ国王のカルロ・アルベルトです。今日もこのサルデーニャ・ピエモンテを繁栄させるために国王生活頑張りましょう。よし、やってきたぜトリノの街によ。なんだこのおっさん。マッツィーニだよ。マッツィーニってあの革命家？欠席裁判で死刑判決出てるよ。それマジ？やべえよ、やべえよ。ガリバルディなんとかしろ。ええ、とりあえず急進派は捕まえて処刑なんで衛兵、衛兵。このままじゃ殺されちゃう。マッツィーニ、お前の戦闘力で今日は主義へ移行する国民運動ができてる。これを利用すればあの反動国王はあの世行きだ。完璧な計画だ。貴様、何勝手に法案を。うっせえ、トリノは我ら革命派が掌握した。我らの呼びかけに応じ、民衆が決起したのだ。うまくやったと思っているようだが、すぐに反革命が発生するぞ。ほら、君主制の維持を求める者たちが立ち上がっている。彼らとオーストリアによって世はすぐに解放され、お前たちはことごとく処刑されるだろう。それはどうかな？え？このサルデーニャ・ピエモンテは、人口の3分の2、GDP の半分、そして軍隊のほぼ全てがピエモンテにある。それがどうした？使用上、首都がある州は反乱に組みさないので、ピエモンテ州に一極集中してるサルピエは反乱を簡単に潰せる国家なのである。プレイヤーチート、せこい。さあ、トリノに急進自由主義者による政府を組織し、反動との戦いに備えよう。というわけで知識人派閥のマッシモ・ダゼイロを中心に新政府が組織された。では国王、死んでください。え、は？時間かけて法案制定すれば殺さなくてもいいんですが、時短したいんで殺します。時短のために人の命を奪うな。考え直せ、な。いや、我らは一刻も早く革命しないと、時は金なりって言うじゃないですか。金より人命じゃん。というわけで適当に作ったこれらの罪状で有罪。ふざけんなー。これで反動政治の時代は終わった。自由共和国が誕生した。サルデーニャ・ピエモンテ共和国はリソルジメントを推し進める。先制から民主共和制への過渡期の政府が形成。不王よりは自由主義に寛容と見られている王太子ビットーリオ・エマヌエーレが、将軍として共和国の執政の地位についた。親を殺され、なぜか共和国の批判にされました。ちなみに世はまだ16歳です。トラウマです。すまん息子よ、世がこんな奴らに政府を乗っ取られたばかりに。王政を廃止できたところで反動どもを粉砕しなければなりません。反動貴族どもはサルデーニャ島で反乱を起こしたようだ。サルデーニャだけなら会場封鎖して放置でいいな。で、そいつらは世を救い出そうとしているの？いや、反動どもは別のものを王に担ぎ出しており、あなたを王にするつもりはないようです。そりゃ今の王太子殿下は共和国の指導者で革命派の中心人物ですからな。なんでこんなことに。我らに協力していただければ、共和国の下でもサボヤ家は尊重されるでしょう。反動派はサルデーニャしか掌握していない上にオーストリアの介入もなさそうだ。この革命は成功するだろう。世にはお前たちに協力する以外選択肢がない。政策与奪権も貴様らにあるしな。殺すなんてそんな野蛮なことしませんよ。それ世の墓の前でも同じこと言える？共和国に移行しても、現在は革命派独裁状態なので、選挙法を制定し、民主制へと移行することを目指す。というわけでピエモンテ革命の翌年の1837年、極めて民主的なピエモンテ憲法が制定され、ピエモンテは民主共和制へ移行した。これにより、世は将軍なる地位を自民して新たに作られた共和国大統領に権限を移譲したぞ。反動派、すなわち右派は政府から離脱しているので、自由主義の左派と農業党だけが選挙に参加する。そしてすぐに選挙が行われ、左派と農業党の連立政権が発足。左派の指導者であるダゼイヨが共和国大統領の地位についた。ダゼイヨは本来穏健自由主義者で右派に属し、カブールを見出した男だが、ビッグスリーでは急進派に設定されているので左派を率いる共和主義者になる。あとなぜかダゼイグヨとかいう変な日本語表記にされてる。ダゼイヨ先輩が参加するなら俺も政府に参加するぜ。カブール？お前まだゲームに出てきてねえだろ。お前も最初からゲームにいるみたいな顔してるけど1837年の年末に出てきたじゃねえか。というわけで反動との戦いのために立ち上がったガリバルディが、正式にゲームに登場。俺が共和国軍を率いる、任せとけ。ガリバルディは将軍兼先導者としてイタリア統一を目指すそうだ。サルデーニャの反動どもは会場封鎖してるだけでどんどん疲弊していってるな。反動派には離脱してもらっていた方が改革は進めやすいので、できるだけ長く抵抗していただきたいところだ。集会の権利が制定されたぞ。どんどん改革が進んでるな。よし、じゃあ次は政教分離を推し進め、教会の政治的影響力を削るぞ。反動派諸派閥は革命の敗者になっても数年で主流派に戻ってくる。地主と教会の影響力を削る法案をバンバン通していきたいところだ。そういえばアプデも、いろいろ変わったが、失業者や百姓だったところが求職者になっているな。
ああ、俺は途中までこれを失業者だと思い、いくら建てても尽きんやんと思って死ぬほど工場を建てていた。アホじゃん。ちなみにこれはホットフィックスで失業者と百姓も併記されるように改善された。1839年、サルデイナ島の反乱貴族どもは共和国政府に降伏。これでピエモンテ革命は成功したわけだ。サルデイナ・ピエモンテは自由共和国へと生まれ変わった。イタリア人のための共和国へと生まれ変わり、この国がイタリアを建国する原動力となるだろう。イタリアの兄弟よ、イタリアは目覚めた。で、その共和国を取り巻く状況は全く良くない。サルデイナ・ピエモンテ共和国の誕生により、ウィーン体制にひびが入り、メッテルニヒの面目は丸つぶれ。オーストリアとの関係は最悪で、イタリア諸侯も共和国を警戒している。しかし、どんな障害があったとしても我々は歴史的使命たるリソルジメントを成し遂げなければならぬ。よし、サルピエ革命成功の勢いでオーストリアに攻め込もう。無理だ。オーストリアにかなうと思っているのか？まずは国力を増強し、さらに大国の支持を得るべきだ。フランスとプロイセン、この2カ国と友好関係を保つ。フランスはイタリアに干渉してこないように。プロイセンは反オーストリアのため。新参のくせに好き勝手言いやがって。だが、一理あるかもな。カブールの言う通りに外交を進めながら国力を増強し、そしてオーストリア領のイタリア人を支援し、反乱を起こすように誘導する。そうすればいずれミラノやベネツィアで蜂起が起こるだろう。その時に我らが共和国が介入するのだ。なるほど。さすがはガリバルディだ。大枠考えたの俺なんですけど。サルピエとオーストリアは人口も GDP も軍事力も10倍近い差がある。史実でもフランスに領土を売って参戦してもらったかいと。プロイセンと戦ってる後ろをついたかいの2回の戦争で統一してるんで。ちなみにその前に単独で挑んだ1回目の統一戦争は敗北。2回目はナポレオン3世が勝手に講和して消化不良に終わり、3回目は負けたけどプロイセンが勝ったのでタナボタで勝利だ。民族主義の研究が完了し、我々はリソルジメントのために戦うことを宣言する。イタリアは忘却の彼方から復活しなければならない。第三のローマ、人民のローマを。イタリア統一を支持すると外国に支配されるイタリア領土、すなわちオーストリアが支配する領土にて分離運動を煽ることができる。というわけで先導しておきました。3年ごとに分離運動を先導できるらしいのでそのうち反乱が起きるだろう。サルピエに続き、フランスでも共和革命が発生。7月王政が終焉し、第二共和国が成立したが、大統領になるはずの人が国外追放されていた。こうしてナポレオン3世は不老者になった。オーストリアに対抗できる強国になるには植民地を作るのがいい。ということで1845年、植民地法を制定し、ナイジェリアに植民したよ。ニジェールデルタは人口が多く、プランテーションもできるので美味しいです。一方、フランスでは共和革命後すぐに内戦が起きていた。なんだこのひどい内戦。こいついつも内戦か革命してんな。そしてこの内戦の後、フランスは王政復古していた。ブルボン家のアンリ5世が即位。オルレアニストでもボナパルキストでもなく、レジティミストの勝利である。復古復古王政、反動フランス誕生。許せん。フランスに共和国を取り戻せ。今すぐ出兵するぞ。無理に決まってんだろ。そういえば、我らはサボイとニースをフランスに引き渡すことで、フランスの助力を得ることができる。俺の故郷のニースをフランスに引き渡すなんて絶対に認めねえ。領土割譲に対する見返りが少なすぎるので押す必要のないディシジョンだ。イタリアの領土は1ミリたりとも外国には渡さぬ。一方、ピエモンテではお前らが進める農地改革をめぐり地主と貴族が再び反乱しようとしているぞ。どうせまたサルデイナで反乱を起こすだけだし、無視でいいな。反乱が起きる前に農地改革は無事に終了し、地主派閥の勢力は地に落ちた。それに代わって農民が幅を利かせてるんですけども。農民とかよりブルジョワの権力がすごい高い。そう、この国を支配しているのは実用家であり、ブルジョワ民主主義が実践されているぞ。そしてこの頃、その実用化派閥で台頭してきたのがカブール伯爵カミッド・ベンソであった。自己紹介ありがとう。で、開始から10年以上経ったが、全く国力が増強されてる気がしない。でも開始時点220万ポンドだった GDP が倍以上の565万ポンドまで増えたぞ。陸軍は1台たいたりとも増えてないけどね。共和国が植民を進めるニジェールデルタにデンマークが進出してきた。この植民地競争をきっかけにサルピエとデンマークはライバル関係になる。ただでさえオーストリアという強敵を抱えてるのに外敵増やさないで。カブールが急貧法制定を訴える大演説を行っている。皆さん、この国から貧困をなくしましょう。そして穏健自由主義者と知られていたカブールは急進自由主義者へと転向する。イタリアよ、目覚めよ。共和国をドイツ人から守り抜こう。そしてフランスではまた内戦が起きていた。もう終わりだよあの国。反動復古復興政政府に対して反動貴族が反乱を起こしてるんですけど。フランス政治は複雑回帰。1853年、我らはナイジェリア南部のベニン王国に対し併合を目的に外交戦を仕掛けた。国力増強の方法は簡単。非文明国を文明パワーで殴るだけ。ライバルのデンマークが参戦してきたんですけど。まあデンマークぐらいならどうにかなるでしょ。参戦してきやがったデンマークにはニジェールデルタの係争地を割譲させる。アプデゴの戦争システムよくわからんけどまあ勝てるやろ。ちなみにフランスはニースを割譲すると参戦してきてくれます。こんな戦争のためにニースを割譲するアホがおるか。あと参戦してないオスマン帝国が我が国に対し激怒している。なんでだよ。トルコ人の考えはようわからんな。
1854年、外交戦は決裂し、サルピエ共和国はベニン及びデンマークと開戦。デンマーク軍はナイジェリアには一切派遣してないな。というわけで文明パワーでベニン軍を押しつぶしてナイジェリア戦線は終了。まずい、その間にデンマーク軍がガラ空きのサルピエ本土を狙ってます。海軍力では拮抗してるから本土上陸を許すことはないと思いたいが。デンマーク軍、最初の上陸作戦が撃退されたのとアフリカからサルピエ軍が帰ってきてるのを見て、一斉に撤退していきました。ベニン全土とニジェールデルタのデンマーク植民地は占領済み。あとはデンマークが諦めるまで待つだけだな。全土が占領されているベニンは1854年中に降伏、サルピエ領西アフリカが拡大しました。デンマークもその翌年の1855年に関連して降伏した。こうして共和国初の対外戦争は偉大な勝利に終わった。この調子で富国強兵を進めれば、オーストリアにだって勝てる日が来るだろう。デンマーク軍とはほぼ戦闘してないし、ベニン軍を文明パワーで叩き潰しただけですけどね。この1850年代、共和国は軍拡を進め、軍隊を倍に拡大した。また、GDP も成長を続けている。ベニン美味しいです。この1850年代はカブール率いる自由貿易党と急進主義の極左派が連立。極左を率いるダゼイオ大統領の後ろにいるマッツィーニ。そして自由貿易党のカブール、陸軍司令官のこのガリバルディ。3人が共和国を指導する体制が確立された。共和国の政治は安定し、地主や教会すら政府を支持しています。自由共和国は全ての階層に繁栄をもたらしているのだ。そういえばアプデにより、州の交換という外交コマンドが追加され、共和国とアフリカで隣接しているオランダが植民地の交換を望んでいます。確かにサルピエとオランダは南北カメルーンの両方で州を分け合っている状態だ。そこで我らは南カメルーンの小さな領土を差し出し、オランダからできるだけ大きな見返りをいただくことを狙います。オランダは南カメルーンの見返りにオランダ領ギアナ、すなわちスリナムをくれるそうだ。ギアナは人口は少ないが、金が取れて美味しい。それに南米への影響力も拡大できるかも。というわけで栄養と不要に挟まれたサルピエ領ギアナができた。サルピエが南米に植民地を持つなんてたまげたな。で、もう1860年代を迎えたぞ。王政を維持していればイタリア統一できてたんだが、イタリア王国成立は1861年だけど領土的統一が完成したのは1870年だから。1870年より早く統一すれば共和国の勝ちだな。で、その統一事業は1ミリも進んでいないように見えるが？大変です。オーストリア領のロンバルド・ベネト王国にて反乱が発生。反乱者の手によってサンマルコ共和国が成立しました。ついに俺たちが反乱を煽り続けた成果が出たか。まさか反乱が起きるまで20年もかかるとは思わなかったな。ついに始まるぜ、黒と金からイタリアを解き放つための戦いが。ベネツィアとミラノを守り抜くのはかなり難関。なんせ敵方にはオーストリアのみならずその同盟者のロシアが参戦している。サンマルコとサルピエが協力し、全力で動員しても兵力は70大隊しかいません。それでもやらなきゃならねえ。その通りだ。イタリアの同胞を見捨てるなどありえない。宣言しよう。我らはイタリアの同胞と共に立ち上がる。オーストリアとロシア、反動のウサタル2匹の総統のワシを殺せ。二つの偽のローマを打ち砕き、真のローマを作るのだ。と、王ともに兵隊の数は多くても軍資は低い。徹底的に防戦すれば勝機あるかもな。攻め込む必要はねえ。ミラノとベネツィアを守り抜けばいいだけだ。行くぞ千人隊。イタリアの兄弟たちのために。ってお前おい、どこ行くねん。え？そりゃサンマルコ軍に所属して戦うために旅立つんだけど。陸軍総司令官のお前が抜けたらサルピエ軍めちゃくちゃになるやろがい。サルピエ軍に所属したまま戦えばか。イタリアの自由のために戦う兄弟がいれば我々はそこに駆けつけなければならない。知らねえよ。早く帰ってこいバカ。そしてガリバルディはサンマルコ共和国の手により一瞬で国外追放者にされていた。なんてこった。後先考えずに行動するからだよ。